皆さんこんにちは、さやさこころです。今日は YouTube に新しく新機能が追加されたので、その新機能について話をしたいと思います。なんとですね、 YouTube にたくさんのコミュニケーションが取れる新機能が追加されました。なんと視聴者の皆さんとそのコミュニティでアンケートに答えてもらえたりできるらしいです。まずですね、もう YouTube を開きます。まずここにある登録チャンネルですね、これを押します。そうするとこういう画面が出てきます。これみんなで対決したやつなんですけれども、そこの下にですね、アンケートですね。これはまず、おはようございます、いつもありがとうございます、昨晩の実験動画に賛否両論たくさんのコメントありがとうございますっていうのに、こういうアンケートがありましてですね、このアンケートにも答えれたりします。でこれを押すとですね、詳細を押すとこういう風に大きな画面になりまして、冬はオフシーズンです、練習やギア系の動画を増やす予定です、ゴルフ練習系で見たいというのはどんなものですかっていうアンケートがあって、まあ押していただいて、こういう風にたくさんコメントが来ています。結構面白いです。過去の動画なども上がっていて、見落とした方々とも触れ合えたりします。すごいたくさん本当に来てる。私もこの間教えてもらって知ったんですが、結構面白いです。リンゴルフでもこの機能をたくさん使って皆さんとコミュニケーションを取りたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をしてベルマークの通知をオンにしてください。 YouTube もどんどん進化しててびっくりです。本当にこんな機能が搭載されるとは、まさか。なんか SNS っぽくなりましたね、 YouTube も。まあ SNS なんだろうけど、なんかより身近な新機能だなと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。 YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。コメントも最近たくさんいただけてて嬉しいです。皆さんとどんどんコミュニケーションも取りたいと思いますので、コミュニティの参加もお願いします。バイバーイ。